サッカーのエリート教育を行うため、去年宇城市に開校した JFA アカデミー熊本宇城の2期生の入校式が昨日行われました。JFA アカデミー熊本宇城は日本サッカー協会が開校したサッカーアカデミーで、昨日は第2期生として入校する新中学1年生17人やその保護者などおよそ150人が出席。日本サッカー協会の第2国屋副会長が挨拶した後、入校生全員が壇上で決意表明しました。入校生たちは地元の小川中学校に入学し勉強に励む傍ら、アカデミーでは日本サッカー協会の専門スタッフからピッチの内外で指導を受けることになります。